いやー、新作の発表がありましたね。モエヘネシー・ルイ・ヴィトングループのやつ。年が明けまして、だんだんと新作の情報なんかが増えてきて楽しくなってきているわけですが、今回は LVMH ウォッチウィーク2024で発表された新作で気になったものをピックアップして話をしようかと思います。はい、まずはこれですね。ブルガリのブルガリブルガリ。ブルガリブルガリって最近ステンレスとかアルミとかの展開が多くて、スポーティーな感じのものとかですね、そういうのが主流だったんですけど、今回の新作は原点回帰というところで、1977年の初期のデザインにかなり寄せたものになっていますね。これいいのかどうなのかって思ってしまうんですが、どうしても昔の時計の復刻版に目がいってしまうんですよね。昔のデザインの方がクラシックでドレス要素が強いので好きなんすよね。はい。それで一応このブルガリブルガリシリーズの歴史に簡単に触れてみますと、1975年に上顧客向けのノベルティとして作られたクォーツの時計がありまして、それがブルガリブルガリのルーツになってます。この時点でベゼルにブランド名を入れるっていうデザインになってるんですね。そして翌年、今度は機械式のものが出たんですけど、ベゼルにブルガリローマと彫ってあるもので、ブルガリブルガリの元となったモデルですね。デザインにはジェラルド・ジェンタが関係していると言われていて、古代ローマのコインの外周に彫り込まれた文字がデザインソースになっていますね。そこから1977年のブルガリブルガリにっていう流れですね。このデザインについて今更語るのも野暮なもんですが、黒とイエローゴールドの組み合わせがいかにもイタリアっぽい艶やかな感じがしていいですね。なんと言いますか、ラーメンで例えるとカルティエのタンクが醤油ラーメンだとすれば、このブルガリブルガリは豚骨ラーメンみたいだね。まあそういう魅力があっていいなと思いますね。ブルガリブルガリのこのデザインって今やブルガリのアイコンになって見慣れてしまっていますが、ダイヤルにブランド名を記さずにベゼルに入れるって斬新ですよね。そういうちょっと主張が強い感じもイタリア感があっていいですね。それでオリジナルのブルガリブルガリと比べると、サイズの違いがあるにせよ針が太くなってたりしていて、現代的になっているっていう印象ですね。昔のものはもっとドレス前としていて、しかもニシンプラスデイトのクォーツだったんですが、今回のは自動巻きになっていて三芯プラスデイトになっておりますね。まあ私の趣味の話になってしまいますが、歴代のものだとブルガリローマがシンプルで好きなんすよね。とはいえですね、オリジナルに近い形でかつ現代的にアップデートされていて、これはこれでいいんじゃないかと思いました。それからもう一つ気になったモデルがありまして、ゼニスのクロノマスターオリジナルトリプルカレンダーなんすよね。これクロノグラフな上にトリプルカレンダーにムーンフェイズ付きっていう機能モリモリの時計なんですけど、なんと言いますか、ロマン詰め込みました感があっていいですよね。ムーブメントに関しては高振動 5Hz、 10分の1秒計測可能な結束自動巻きムーブメントの L プリメロ。しかもパワーリザーブが60時間ですか。いいですね。そこに来てのトリプルカレンダームーンフェイズ。私もトリプルカレンダーとムーンフェイズがついた時計持っていますが、まあ実用性的な部分はなかなか難しいところがありますけれども、しかし王道の複雑機構という感じでしていいですよね。しかもこのムーンフェイズがおしゃれなんすよね。ダイヤルが少し華やかになると言いますか、まあとにかくいいですね。はい。そして 38mm というサイズ感がまた絶妙ですね。クロノグラフにいろいろ機能をつけたら大きくなりがちなんですけど、このサイズで出てくるっていうのがいいですよね。という感じなんですが、この時計ですね、調べてみたら面白い背景があってですね、ゼニスから1969年に発売された A386 っていうモデル、これがですね、L プリメロが初めて搭載された時計なんですね。ちなみにこの A386 はクロノマスターオリジナル1969っていう名前で復刻されております。でこの A386 というのが、もともとはトリプルカレンダーにムーンフェイズがついたクロノグラフとして設計されていたんですね。それで実際に当時25個のプロトタイプが作られていたりして、開発が進んでいたそうなんですね。ただもろもろの事情で A386 はシンプルな自動巻きクロノグラフとしてデビューしたんですが、そっちの方が人気が出ちゃったもんだから、元々のバージョンの開発は頓挫してしまったという歴史がありまして、
で、今回発表されたクロノマスターオリジナルトリプルカレンダーは、このボツった方の A386 の設計を忠実に再現したらしいんです。だから名前にオリジナルって入っているんだと思いますが、いやーいいですねこういうの。歴史があるってたまりませんな。で、ダイヤルカラーが3色展開されているんですが、スレートグレーっていう色はオリジナルのプロトタイプのものを復刻した色だそうで、選ぶとしたらこの色がいいんじゃないかと原理主義者は思うわけです。はい、ということで LVMH ウォッチウィーク2024で気になった時計を2本取り上げてみたわけですが、どっちも復刻版ってことで私の趣味がゴリゴリ出てしまった結果でございます。あれですね、新しいデザインで刺さる感じのやつが出てくれると嬉しいんですけれども。はい、ではちょっといつもより短かったんですけれども、今回はこの辺で。それではみんなあったかくして寝ろよ。前回の動画、どのお店で時計を買おうかっていう内容だったんですが、コメントをたくさんいただきましてありがとうございます。結構買い方としては王道と言いますか、そんな感じのご意見が多かったように感じたんですが、一つ気になったものがありましてね、外商割引なんですけど 10% くらい安くなるみたいですね。調べてみたら結構なブランドいけるぞと。そのステージに立ちてそう思った次第です。はい、それでは。